した。よろしくお願いします。まあ、東映フライヤーズから、一足飛びにちょっと巨人戦だったけど。いやいや、そうですね。うん、何回行くじゃないですか。そうそう。で、何回もね、はあ、もう思いもしないトレードだったんですよ。はあ、球団いくつかあったっけ。僕ですか、うん、僕2つです。2つです。だから、日本ハムと、日本ハムと、もう1回やったんですよね。俺はね、結構合計3回かかったんだけど、はあ、まあ、1年目はその東映に入って、で、2月に入って、11月の秋季練習が終わって、多分12月の初めてだったんだけど、突然大阪行くって言われてね、大阪なんか行ったことないわけですよ、そうですよね。と思ったわけよ。俺も一応ほら、大学からずっと東京だから、それは東京、都会人だと思ってるわけよ。それはなんで大阪やさ、俺こんな都落ちみたいにね、大した選手じゃないのにさ。都落ちって思いました思ったよ、一瞬。やめてよ、大阪やと。だけどよく考えたら、その南海ホークスには富田さんもいたし、はい、それから同級生でね、堀井ってのがいた、はい、それから黒田ちもいたし、はい、で、割り方は親しかったみんな、はい、まさかそこへトレードになると思わないから、それで、まあ大阪に荷物まとめて、はい、テクテクと一人で家財道具一式車を積んで、はい、で、大阪の堺東に寮があってね、はい、そこ行ったんですよ。で、まあみんな歓迎してくれたんですよ。だけど、まさかね、何回に入ると思わないじゃん。びっくりしたもんね。何回っていうのはどういう立ち位置だったんですか、その時っていうのは。何回はだから、強かった。まあ監督で4番でキャッチャーだった野村さんが、まだバリバリの首位打者とかホームランを争ってる時だ。はい、まあ、多少衰えてないとかね、はい。で、そのね、何回に行くなんて考えもしなかったわけですよ。で、まあ大体 A クラスを行ったり来たりするかなっていうぐらいの、まあ、チーム力だったんですよね、はい、で、選手も広瀬さんだとかね、はい、まあ結構いい選手がいっぱいいたんで、12月にトレードになるって言ったら、で、2月に入ってるんですから、俺1年も東映にいないわけ。まあそうですよね。ね、それでプロ野球史上ね、1年目にトレードになって野球選手俺しかいない。長い聞かないですよね。聞かないですよね。それで、まあ、そのことは何の自慢にもならないけど、それで、まあ、思わぬ難解に行ったわけですよ。で、野村克也、最初こういうとこでね、こんな机で、ね、監督室、練習の初日ですよ、行ったら、俺も挨拶して、このトレードでしたよとですよ。で、あの頃からもこんな、タバコ吸いながらね、いいひねくれた顔してさ、それで俺に。お前のサインはお前グーチョキパーやったのって言われたんですよ。あ、何ですかそれ。お前グーとチョキとパーしかないから、お前サイン。まあ3種類しかないっていうことですよね。まあ3種類しかなかったから、はあ、お前の球種な3つしかないから全部分かってたって言うんですよ、投げるたんびに。だからお前インコースのすごい球来てもカバーって打たれたよ、よく。なんであの球が打たれるのかわからないぐらい、ね、すごいなと思いました。それはもう本当にそう思った。そう思った。よく聞いたら、はい、うちは覗いとるからなってもろですか。もろ言い方が、うん、がっくりしたもんね。東映は綺麗なチームだから、まあ、そういうえげつないことはしない、はいはい、打てない出してた、はい、南海ホークスはすごかったね、その子。もうそれがっくりだよ。だけどな、お前の球はええと、まあ、俺が受けると2桁ぐらいは軽く勝つから、名前頑張れ。え、その時どう思いました？2桁勝てるっていうふうに言われたら。痺れたね。だってそんな愛情のある言葉を、お世辞とはいえ、まあお世辞じゃないでしょうね。長いこと言われたことないじゃん、お前みたいなやつは。ずっと言われ続けてる、ね、その大学行ってから、師匠弟子になってからずっと世間にこうあんまり顔向けできないような、そのずっと過ごし方してきてるから、ね、そんな甘い言葉言ってくれるから、さ、出会ってないわけだ、全然。それがまた野球人で、自分の監督がね、ああお前みたいになったわな、でも俺が受けると軽く2桁勝つ、これは痺れたね。い
やっぱり、野村さんってわーってやってるけど、うん、やっぱ球もしっかり見ていて、勝てるボール、勝てないボールっていうのは知ってるよ。そうですよね。ほんでね、そのあの人はよく、まあ、後々こう理論派だなって言うけど、はい、あんまり喋る人じゃないよ、ね。うん、だからポツッと言うのがすごいんですよ。だからその、まあ、当然監督でもキャッチャーだから、やっぱりその自分の例えばあの野球理論なんていうのはみんな大体ブレイザーがやってた、はいはい、ヘッドコーチがね、はいはい、で自分がその専念してたわけですよ。でもうとりあえずピッチャー見なきゃいけないと。で俺の球をそう見ながらね、でユニフォームかなんかね、お前な2桁だったらうちはエースで呼ばれるんだよ、今日からエース番号つけて頑張れ、初めてなユニフォーム決まってなかったんですよ、はい、バーッと足引いてね、16番って番号ですよ。それまたしびれたね、来たよ、はい、やっぱ人を動かすのはやっぱりね、そういうことも大事だ、ね、うまかったんですよ、ね、多分俺のそのずっと今まで来てる生、はい、い立ちもちょっと聞いてたんじゃないかと。あ、だからそれのある種の共通点があったかもね、野村さん。だからもう心に響くようなことを言えば、うん、絶対あの力を発揮できるっていうふうに、あの人はどっちか言ったらそのボンとかね、坊ちゃんとか、はい、エリートとか嫌いな生い立ちからして、ね、はいはい、だから俺を見てこいつは不幸なやつだなと思ったらねだからまあ力はあるのに発揮できてないなっていうのは分かったんですね、うんうん、まあ、多少それはあったかもしれんけどね、はい、だからそういうやつにこういうことを言ったらこいつはひょっとしたらね化けるかもしれないと。でも実際に受けてもらったわけじゃないですか、うん、試合でどうだったんですか。やっぱ違います、そのね、受ける前にね、今まあそのデータがどうだとかね、その野球量がどうだとかでやってるけど、はい、もうまずそらミーティングから始まったんだよ。サインの研究とかね、相手にバレない研究、もうとにかくそっから始まるから、球投げる前にそれは、ああ野球ってすごいなと、人間には能力が違うんだと、はい、でそれをぶつかったらあるやつの方が勝つに決まってるだろうと。だけどそいつらを任せるような知恵と工夫がないとダメだ、うん、ひょっとしたらそれで勝てる可能性もあった、うん、力の差は、まあそうですね、原点そこなんですよ、野村さんの考えが、うん、だからそこから始まった理論なんですよ、野村理論っていうのはね。だからサインを、相手のことを盗むのも癖を盗むのもデータを見てそれによって動くのも全部、それは弱いやつが強いやつを任せるための一つの、まあ、方法だと。まあそうですね、うん、ほっといても日勝してね、ほっといても3割ホームランになるんだったらみんなね何も言いませんよ、うん、だからそれを野村はやっぱり早くから監督の時にその能力差をどうやって埋めるかっていうところに着目したんだ、うん、でも江本さんが24の時ですよね、24です、出会ったのは24、そうだね、25になるとしても、はあ、でもやっぱ自分がずっと野球、また改正するぞ、うん、していくわけじゃないですか、うん、やっぱ原点はここですか。いや原点はここ、それから4年間しかいなかったけど、ああやっぱりね、まあ優勝もしましたよ、ああ日本シリーズも出たしね、ああその4年間は大きいね。だからその当時いたあの人でね、一番成功した人、ああ野村のそばで、ああこれ小葉武さんですよ、広島の、ああだその当時守備コーチだ。あ、そうですか、守備コーチだ、はい、それ帰って広島に帰って赤ヘルブームだった、はい、だから広島の歴史はもうその小葉さんで始まってるわ、皆さん最近だと思ってる。だからその原点となるものは野村さんだったということですね。その野村ノムさんの一番の原点はブレイザーっていうのは野球博士と言われてね、当時プロ野球にはスペンサーとブレイザーっていうのが野球博士、はいはいはい、セ・リーグは残念ながらね、はい、いなかったんですよ、そういう人。それは何ですか、閉鎖的だったということですか。いや、王長嶋がいたから、まあ、集中して王長嶋、あ、まあまあそうですね、野球がね、はいはい、分散しなかったということですね、うん、でパ・リーグはその人気もないし、実力のパッと言われたけれども、はい、やっぱり違うことをしようっていうのがあったんですよ、はい、どっか当時のセ・パの違いって相当格差ありました。あった、南海阪神の定期戦っていうのはオープン戦の最後にあるんですよ、はい、2試合、はい、これは今年甲子園でやったら翌年大騒ぎ、はい、これずっと高校にやっててね、最終戦の2試合に、まあ大体昔のピッチャーってまたあの監督で話は変わるけどね、
大体2試合完投してリーグ戦に入ってくるんですよ、はい、開幕戦、はい、で2試合完投してその一番いいやつが開幕投手になるわけです、はい、それがね阪神とやるわけです最後に、はい、大概 1-0、2-0 で完封するんです、はい、で調子いいなと思ってパ・リーグの開幕戦ボコボコ打たれるんですよ、うん、レベルは大したことないわけ抑えてる相手がだから自分のレベルが高くなったと思ったら大間違いで大して調子が出てないのに相手抑えちゃってただから開幕戦になったらそんな調子で投げてバカバカやるわけですじゃあやっぱパ・リーグの方がやっぱりレベルが高かった高かった高かった当時の方がちゃんと高かったやっぱり高度な野球をやってたというチームと、うんまあ、全然やってないチームもあったけど、まあ、少なくとも3球団はそういうことやってたよ、ねうん、なるほどですね、うん、この違いはやっぱり後々セ・リーグにもまあ入ってきたけどね、はい